ソ連ロシア海軍官邸一覧は、ロシア帝国海軍、南ロシア軍、ロシア軍、赤色海軍、ソビエト社会主義共和国連邦海軍並びに、ロシア連邦海軍などが過去保有した、または現在保有する、または将来保有する予定の未完成、計画中止を含めた歴代官邸一覧である。現有戦力についてはロシア海軍、国境軍の所属官邸については、 ソ連ロシア国境軍官邸一覧の項目を参照のこと。なお、ロシア語では、Q と型を区別なくで表すため、場合によっては、Q と型の訳語は入れ替わる場合がある。この他、や、についても日本語では訳し分けが難しく、結局区別せずに、Q と訳す場合が多い。一方、英語で付けられた、NATO コードネームは通常は、Q と訳される。 クラスという単語を用いている。計画番号、名称については、言語では、型に相当する単語は含まれていないが、日本語としての便宜上、XXX、アブクドについては、XXX 号計画、アブクド型のように訳する。こうした翻訳に関する諸事情があるが、日本語においては、日本以外の感染については一般にネームシップを、胸とする類別には、 艦級計画名やコードネームなど、ネームシップを胸としない類別には、艦型を用いているので、この一覧では、その日本語側の基準に準ずることとする。ただし、潜水艦についてはページが、統一的に旧で建てられているため、そちらに準ずる。ロシア海軍の軍艦機、ロシア海軍の艦主機、ソ連海軍の軍艦機、ソ連海軍の艦主機。 反例車線は、第二次世界大戦に参加した、艦艇モニター艦装装機の戦艦前、土球戦艦準土球戦艦にペラートルパーベル一隻級二隻、艦隊装甲艦、戦列艦土球戦艦解剖戦艦巡洋戦艦、非防護巡洋艦防護巡洋艦装甲巡洋艦、水雷巡洋艦以下の艦は1907年の改正で通報艦に類別された。以下の艦は、 いずれもドイツ帝国で設計された、巡動警官である。1907年10月10日の改正で、艦隊水雷艇に類別された。不設巡洋艦機雷不設艦、第二次大戦中に計画された艦艇には射線を、つける。戦艦土球戦艦超土球戦艦バルチックワークス、交渉湾高速戦艦計画のみ、航空戦艦航空母艦正規空母系空母 V。 エストール空母ヘリ空母巡洋艦、軽巡洋艦、重巡洋艦、ミサイル巡洋艦、駆逐艦、ロシア帝国時代に収益した、旧式の駆逐艦も投入された。その時代から収益している、艦級は、第二次世界大戦時も在籍していた艦名のみ、表記する。フリゲートコルベット小型戦闘艇戦理艦、太陽艦軽巡洋艦、駆逐艦、警備艦、モニター艦。 ww 通気潜水艦公用潜水艦沿岸潜水艦機イフ設潜水艦戦略源泉巡航ミサイル源泉攻撃源泉実験用源泉通常動力型潜水艦ディーゼル弾道ミサイル潜水艦ディーゼル巡航ミサイル潜水艦ディーゼル超距離攻撃潜水艦ディーゼル中距離攻撃潜水艦ディーゼル沿岸防衛攻撃潜水艦実験用ディーゼル潜水艦 救難潜水艦付設艦艇揚陸艦艇。ありがとうございます。